から上配分ですね、はい、こっからって言っても2種目だけですけど、これは僧帽筋、中部、上背部のローイングは僕は結構収縮をがっちり止める感じです。まあポーズ自体が背中の上背部ってこうボコボコ感結構大事だから、まあそこ僕は自信あるんですけど、そのやっぱりなんか秘訣は収縮で止めることかなって僕は思ってます。まあ、もちろんシュッて引くのもいいんですけど、あんまり入んないですよね。ある程度収縮に時間をかけて引き切って止める感じですね。とすごいこう入りがいいですね。ちょっとこう迎えに行くようになりました。まあ、やっぱりこうシートが前傾してるんで、これもわかりますか、ちょっとこうなんで、これに対して深く座っちゃうと、あとこれちょっと後ろにしてって感じですね。ここはさらに前にこう、このマシンなんかこう軌道が下から上に入るので、もう上に効かせるためにあるマシンです。で、まあ、ローイングのマシンというのはそうやって軌道がもうほぼ決まってるんで、その軌道に逆らった使い方というのはまあ基本やらないわけです。だからこう動いてるのに下に効かそうというのもそもそも無理があるんですね。なんでもう上に向かってるマシンは上に入れるため、なんでその上に気持ちよく入るセッティングしないといけません。セッティングすごい大事ですね、ローイングは。
これはストライブのマシンなので、カムが変えられるんですけど、カムは一切変更なし。カムは変えないですね。僕がストライブで変えるのは肩のこのマシンだけですから。これだけこの初動と通常の間でやってます。あとはもう全部一番かな。人によってはセットごとに変えたりとか、重さ変えて何か変えたりとかする方もいらっしゃいますけど、いいじゃないですか、木澤さんはやらない。なんかややこしくなるんでやらないです確かこれ3セット目ですか？4セット目です。4セット目ですか？どうしたの、スギちゃん。お客さんのプロテインが届かないです。え、届かないの？分かった分かった、すいません。俺がスギちゃん届かないのって時々呼びに来る。かわいいですよね僕だけですも届かないありがとうございます。2つ貸しましょうか。台置いとかな。ああ、そうですね、僕用のどうですか。届かないっつって言うくださいちょっと高いよね。Thank you.